3日第2戦決勝のスタートです。1月23日第5戦です。すでにメイクスチャンピオンを獲得したサニークーペはこのシリーズ変えて出場。第1戦と同様にゼッケン1のサニークーペと激しくトップを争いました。ゼッケン1、22、そして3位にもサニー。このレースではゼッケン3のチェリークーペが転倒していたチェリークーペ、タイヤバーストのため惜しくもリタイア。ドライバーは久保田博士、そのまま悠々と周回を重ねます。マークするサニークーペ。第1コーナー30度バンクを SD カーブを1200クーペが堂々とメイクスチャンピオンに輝き、チェリークーペもその